小さなお店店は商業的な活動を行うための建物のこと、商品やサービスを提供する場所である。商店、店舗、ショップとも、また店舗の内部を店頭といい、店舗の経営者、責任者、主を店長、店主、店舗で働く、従業員を店員という。個人、または個人企業で営む店は個人商店とも称され、 ショッピングセンターのような規模の大きなもの、あるいは小規模な店舗が多数入居している大型の施設は商業施設とも呼ばれる。ほとんどがセレクトショップと呼ばれる方法で店舗を運営しており、店舗側が複数のブランドを選択して販売している。自動車やファッションなどの分野では単独のブランドのみを扱う店舗運営もされている。物理的な店は経営者が自ら保有。 あるいは沈着した建物やデパート、ショッピングセンターなどのテナントとして経営する場合が多い。専用の車で移動しながら販売する場合もあるが、その場合は必ずその場所の管理者に許可を取らなければならない。また、商品を買い取りしている店もある。なお、店が集まる地区については商店街を参照されたい。店舗という言葉は、律令制度の伝来とともに、 中国から日本へと入ってきた言葉である。しかし、漢字における本来の意味は、都市に存在した屋敷店と司法を合わせて称したものであった。今日、反転という同じ言葉であるにもかかわらず、日本では食堂、中国ではホテルと違うものを指すのには、日本語における店の語源は店棚に由来する。店棚とは商品を陳列する棚のことであり、 鎌倉末期より言葉自体は存在し、台を高くして見せることから、店となり、室町期に至って店の字が当てられるようになった。中世日本において登場した店棚による商法は、当時の中国、朝鮮には見られない商法であり、当時の朝鮮通信使の報告では、魚肉といった食べ物まで地面に置いて売る、我が国と違い、ゴミが積もらず、見やすく、 見習いたい文化との胸で評価をしている。したがって、品物を見せる棚から発生した言葉である。店舗を開設し、商品の販売やサービスの提供を行う場合、その商品やサービスによって様々な法的規制が課せられる場合が多い。規制内容は、営業を行う場所の制限、衛生設備や消防設備が必要とされる、建築物の構造、 客席数の制限などがある。日本の場合、店に関係する法規には、都市計画法、食品衛生法、公衆衛生法、建築物衛生法、消防法、建築基準法、旅館業法、風俗営業法、労働安全衛生法などがある。既存の建築物を改装し、以前と異なる店舗を開設しようとしたとき、既存建築物によっては営業許可が得られない場合も、 あり、このような場合には、事前に、専門家の調査が必要とされる。なお、会社の登記において、一般に言う本社は法律用語では、本店という。ありがとうございます。